今回の京都なんですけれども、まあ、当然祇園祭りがまあメインなんですけれども、宵山の、まあ、火が入るまでの、まあ、数時間ですねを利用しまして、次男坊を連れ立って、新選組関連と平家伝説の史跡ですね、見てきました。まあ、新選組の史跡は、まあ、さっきの動画でご紹介した通りなんですけれども、この平家伝説ってこれ意外と京都を拠点にしてた割には少なくてですね、まあ、嵯峨野の祇王寺、あとあの六原の三辻ですねぐらいしかないんですよ。まあ、あの土地に詳しいタクシーの運転手さんに聞いても、まあ、それぐらいだと言われて、まあ、僕が事前に調べたところによりますとですね、まあ、平の清盛っていう人はあの、まあ、名誉欲がなくてですね、まあ、お金は出すけどその名前は、まあ、あまり出さなかったようで、まあ、今日ご紹介する33間堂もですね、まあ、あの建てたのは、まあ、後白河法皇ってなってるんですけども、まあ、その財力を出したのは平清盛というふうな感じで、まあ、あの京都にある神社仏閣の中にはね、そういう平家が寄進したものも、まあ、多くあると思うんですけれども、まあ、歴史上ではねあまり名が出てきてないのが、まあ、残念でした。で、まあ、今回ですね、まあ、六原というのはどういうところだったのか、まあ、少しあのもう六原界隈を歩いてですね、まあ、その雰囲気を味わいたかったんですよ。まあ、とりあえずあのバスの1日有効券を買ってですね、まあ、どこでも行けるようにはしていたんですが、まあ、これがあの六原界隈ですね、まあ、こんな細いとこよく牛車通れたなと思うんですけど、まあ、六原この辺はあの京都の古い町並みが残ってるところだったんですけれども、この祇王、三辻ですね、ここはですねあの写真撮影が禁止で、まあ、ちょっとこうカメラを構えてもですね、まあ、係の方が写真はダメだよみたいな注意されまして、まあ、早々に、まあ、カメラは懐に収めたんですけれども、まあ、ここにも平清盛像ですね、国宝級の仏像なんかが展示されてました。これ30年前の写真ですね、変わってませんやっぱり。で、まあ、33間堂に来たんですけれども、これはあのあこれ有名な、南南大門ですね、豊臣秀吉でしたっけ、違ってたらごめんなさい。で、まあ、あの閑静な場所でしてですね、まあ、魂が現れるというか、これあの柱が33本あるので33間堂というらしいんですけども、外国の方もよくいらしてました。寄進したのが平清盛さんでだそうです。仙台があるんですよね、この、 あの本尊が、まあ、あのまあ次男坊も圧倒されてましたが、中央にはですね、まあ、中尊という、まあ、でかい、まあ、巨像があるんですけれども、国宝 の、 あの風神、雷神でも有名ですね。これあの京都の京都駅から、まあ、ほぼ近くに、あるんですけれども、まあ、とりあえず中は撮影が禁止なんで、まあ、京都はね、神社仏閣はもう中ほとんど写真撮影は許されてません。まあ、残念なんですけれども、まあ、これも、まあね、僕らが、そういう、こう常識を欠いた行為をするから、まあ、そういう風になっちゃったんでしょうけどね、まあ、まあ写真ぐらいはいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、とりあえず、外観はね、写真撮影がフリーだったんで、まあ、撮らせていただきました。まあ、清盛ですね、その名前を伏せて、まあ、建てたっていうのもありますし、まあ、後白河法皇がですね、まあ、その平清盛の財源を、まあ、利用して作ったっていうのもあるんですけれども、まあ、何百年っていうのをその守ってきたっていうところがすごいですよね。まあ、また探して行ってみたいと思います。